かけ問題の内部告発者、処分の可能性吉井江副大臣が示唆、朝日新聞デジタル。安倍晋三首相の友人が理事長を務める学校法人かけ学園、岡山市、の毛玉の医学部新設問題で、総理のご意向と書かれた文書の存在などを告発した文部科学省の内部告発者について、吉井江康介文化副大臣は13日の参院農林水産委員会で、国家公務員法違反、 守秘義務違反での処分を示唆した。自由党の森裕子氏は、文化省の文書再調査は、文書の存在をあると告発した、犯人探しのためにやっているという話も出ている。今回告発した人は公益通報者に当たると思うが、権利を守る意識はあるかと尋ねた。これに対し、吉井家氏は文化省の現職職員が公益通報制度の対象になるには、 告発の内容が具体的にどのような法令違反に該当するのか明らかにすることが必要だと説明。さらに森氏が、告発者を、守ると言えないのか。勇気を持って告発した人たちの権利を守ると言ってほしいと求めると、吉井家氏は一般論と断った上で、告発内容が法令違反に該当しない場合、飛行地の行政運営上のプロセスを上司の許可なく外部に流出されることは、 国家公務員法、違反、になる可能性があると述べた。森氏は残念な発言だ。この件に関して報復の動きがあったら許さないと述べた。南明。ネットの反応。元になったメモ書きのようなものは最初からある。しかしなぜか外に出たものと内容がいくつか違っているんで。報道されているものと同じものはないって言ってたんじゃなかったっけ。そらそうだろ。 アマゾンで売られちゃったんだから、そりゃ犯罪だわ。反日勢力はこんなのばっか。出会い系バー仲間なんでしょ。文化省に必要ない人材じゃないか。風雪のルフによるところだん。これは吉家やばいだろ。自爆テロか。やばいのは文化省職員。吉家は思いつきのいい加減なことを言っているわけではない。だから嫌だ嫌だと言ってたのに。 詳細調査して処分すべき事実出たら処分しないわけにはいかない。それを分かって調べろ調べろ言ってたの森裕子じゃねえか。違法なことの告発でも何でもないの苦い部へ文書を漏洩して公益通報はないわ。公益通報だといえば何でもかんでも漏洩し放題になるじゃないか。左翼の自分たちのやることは全て守られるべきって論は許されない。先生本校にはタバコ吸ってる生徒なんていないと思います。 念のため授業中に確認します。バカ生徒休み時間も調べろ。調べろ。休み時間にバカ生徒が吸ってるの見つかって退学。告発内容が法令違反を告発したものでないなら、告発者、自称。は公益通報者ではなく、国家公務員法の違反者に当たる。ということやね。自由党の森は何の法令違反を告発した内容か言えないんだね。 そっちのが重要だよな。なんで法令違反してない文書を公開したのか聞きたいわ。これは結構早いうちから言われてたしな。告発者もある程度の覚悟はしてたんだろ。多分。犯罪の証拠でも何でもないものを。改ざんして流出させた。告発じゃないですね。あれ、内部告発者は守るんじゃなかったの自民党さん。 法令違反の指摘がないから告発とは言わんみたいやで。告訴、告発、告訴、告発は、日本において捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示である。内容が犯罪じゃない場合は告発ではなく、ただの情報漏えい。a z o n の社員が、お前の注文履歴を全世界に公開したとして、それが内部告発になるかっつう話、 違法でも何でもない文章を垂れ流してる職員は何がしたいんでしょう引用元、http://u1 速報 .tldblog.jp://50500110.html。森氏は残念な発言だ。 この件に関して報復の動きがあったら許さないと述べた。南明。ネットの反応。元になったメモ書きのようなものは最初からある。しかしなぜか外に出たものと内容がいくつか違っているんで。報道されているものと同じものはないって言ってたんじゃなかったっけ。そらそうだろ。Amazon で売られちゃったんだから、そりゃ犯罪だわ。反日勢力はこんなのばっか。 出会い系バー仲間なんでしょう。文化省に必要ない人材じゃないか。風雪のルフによるところだん。これは吉家やばいだろ。自爆テロか。やばいのは文化省職員。吉家は思いつきのいい加減なこっている。今回告発した人は公益通報者に当たると思うが、権利を守る意識はあるかと尋ねた。これに対し、 吉井家氏は文化省の現職職員が公益通報制度の対象になるには、告発の内容が具体的にどのような法令違反に該当するのか明らかにすることが必要だと説明。さらに森氏が、告発者を、守ると言えないのか。勇気を持って告発した人たちの権利を守ると言ってほしいと求めると、吉井家氏は一般論と断った上で、告発内容が法令違反に該当しない場合、 飛行地の行政運営上のプロセスを上司の許可なく外部に流出されることは、国家公務員法、違反、になる可能性があると述べた。を告発したものでないなら、告発者、自称。は公益通報者ではなく、国家公務員法の違反者に当たる。ということやね。自由党の森は何の法令違反を告発した内容か言えないんだね。そっちのが重要だよな。 なんで法令違反してない文書を公開したのか聞きたいわ。これは結構早いうちから言われてたしな。告発者もある程度の覚悟はしてたんだろ。多分。犯罪の証拠でも何でもないものを。改ざんして流出させた。告発じゃないですね。あれ、内部告発者は守るんじゃなかったの自民党さん。法令違反の指摘がないから告発とは言わんみたいやで。告訴。 と言っているわけではない。だから嫌だ嫌だと言ってたのに。詳細調査して処分すべき事実出たら処分しないわけにはいかない。それを分かって調べろ調べろ言ってたの森優子じゃねえか。違法なことの告発でも何でもないの苦い部へ文書を漏洩して公益通報はないわ。公益通報だと言えば何でもかんでも漏洩し放題になるじゃないか。 左翼の自分たちのやることは全て守られるべきって論は許されない。先生本校にはタバコ吸ってる生徒なんていないと思います。念のため授業中に確認します。バカ生徒休み時間も調べろ。調べろ。休み時間にバカ生徒が吸ってるの見つかって退学。告発内容が法令違反を。 かけ問題の内部告発者、処分の可能性吉井江副大臣が示唆、朝日新聞デジタル。安倍晋三首相の友人が理事長を務める学校法人かけ学園、岡山市、の毛モの医学部新設問題で、総理のご意向と書かれた文書の存在などを告発した文部科学省の内部告発者について、吉井康介文化副大臣は13日の参院農林水産委員会で、国家公務員法違反、 主秘義務違反での処分を示唆した。自由党の森裕子氏は、文化省の文書再調査は、文書の存在をあると告発した、犯人探しのためにやっているという話も出て